今回ですけれども、このリユビ餅というですね、奄美大島リユビ餅。アマミ大島行った時に購入したんですけれども、これ購入したのは確かですね、奄美大島でとても有名なビッグ2でしたっけ、えー、スーパーマーケットあるんですけれども、そちらの方行った時に購入してみました。大城餅屋、えー、鹿児島県、大島郡の会社です。 で名称が黒糖餅になっていますので黒糖の入ったお餅なんだと思うんですけれども初めて食べるのでどんな感じかなと気になりまして購入です原材料はもち米国内産で黒糖水飴というふうになってますね、えー、多分原材料からすると中にあんことか入っていないので黒糖の甘いお餅をですね楽しめるのかなと思います裏ですけれどもこんな感じですね で3個入りになってましてこう押した時に結構弾力のある感じなのでしっかりとした弾力を楽しめるようなお持ちに仕上がっているのかなと思います でお餅なんですけども今開けてみましたがこういう感じで1つずつ個包装になっていますので食べたい分だけ少しずつ食べれるのがいいところです、えー、購入してからですね日持ちそれほど長くしませんので、えー、どうでしょうかねうん数日、えー、まあいつ販売していったのかわかんないですけれども数日以内に食べた方がいいのかなと思います 今開けてみて少しですねこう曲げてみたこの感じで分かると思うんですけれども結構弾力しっかりしていますで黒糖を使っているということなのでこの黒糖の黒い色合いに仕上がってますね横から見たところの様子はこのような感じで結構あの厚みしっかりありますので食べ応えある感じのお餅に仕上がっているかなと思います半分にカットしてみたんですけれども断面はこのような感じになっています全部お餅で、 こう黒砂糖の練り込んだ感じのお餅になっています中に特別何か入っているわけではありませんそれでは少し食べてみようと思います香りはですね通常のお餅っていう感じでこの時点では黒砂糖の強い風味っていうのはうんそれほど感じられませんねうん あの、お餅なので、もう少しぐーっと伸びるような感じ。あの、大福のような、そういうのを想像していたんですけども、湯しとか。そういう感じではなくて、こう、なんていうんですかね。切り口も、ほろっと崩れるような、そういう感じですごく、こう、お餅の弾力がねばっとしているような感じではなくて、割とスッと切れるような感じでした。で、食べていると、黒糖の風味が、 しっかりと出てきますのでこの黒糖の風味があるのがすごく良かったですでこのままだと少しこう歯切れの良いえー、固いまでいかないですけども柔らかくてある程度弾力あってサクッとした感じで食べれると思うんですけれどもよりもっちりしたいのであれば少し電子レンジにかけて、まあ、10秒ぐらいとかで少し柔らかくして食べるとより美味しいのかなとも思ったりもしました最後に 今 600W10 秒でお餅電子レンジかけてみたんですけどもこんな感じで柔らかくなりましたこの状態でトロッとした感じになってますねちょっと熱いんですけれどもはい食べてみます、うん、うんうんうん トロッとした感じで、ちょっと喉にへばりつくような感じもありますけれども、これはこれでまた美味しいですし、さっきのこの状態ですね。この状態。この硬い状態で食べても、これはこれでまた <laughs>、しっかりとした弾力があって、これはこれでまた違う食感があって、いいと思います。うん 奄美大島行ったらこのリユビー餅気になりましたらぜひですね食べてみてください黒糖が風味好きな方には気に入るかなと思いますのでちょっとしたお茶受けのお菓子としてもいいと思いますのでぜひ奄美大島行ったら食べてみてください美味しかったです